有明コロシアムは東京都江東区有明2丁目にあり東京都公安局が所管する有明テニスの森公園の敷地内にあるスタジアム昭和時代の日本テニスの伝道と言われた田園コロシアムの施設の老朽化や田園コロシアム周辺の宅地化などの影響を考慮して国際大会を開催できるテニスコートを新たに整備することが求められ1987年 現在地にオープンした。1991年には、日本初の開閉式屋根を備えるスタジアムとなった。今年は、コメコメクラブのコンサートツアー、アンタイシェリシェリザムの東京公演であった。オープンの年には、小崎豊がコンサートを行い、2日間で2万人を動員した。2010年ジャパンオープン、テニスの国際大会である、ジャパンオープン、トーレパンパシフィック、および、 日本の大会である全日本選手権といった規模の大きな大会ではセンターコートとして有明テニスの森公園の複数のコートと共に使用され日本におけるテニスの中心的施設となっている国別対抗戦デビスカップ及びフェドカップの日本での開催時においても使用されることがある屋根を閉じて競技を行う場合もある二0二0年東京オリンピックでは テニス競技のメインコートとして使用される計画となっている。田園コロシアム同様、格闘技の試合会場としても使用されており、まだ屋根がなかった時代より興行が行われていた。プロレスでは、1988年5月8日の新日本プロレスが初使用した。新日本は1987年12月27日に起こった暴動騒ぎで使用禁止にされた、 両国国技館に代わるビッグマッチの会場として当てており、7月29日にも使用し、闘魂30史として初の6人タッグなどが組まれたが、国技館使用禁止が翌年に解除されたこともありこの2回のみで終わった。8月13日には和風も興行を開き、その後前田らが和風から分かれる形で、旗揚げされたリングスが上打ちとして使用した。 FMW や東流門ジャパン、道のくプロレスもビッグマッチで使用した。2000年に旗上げされて事務所を有明に置くのはが12月23日に初のビッグマッチを開催している。以来、特別な興行を主に当地で行っており、日本テレビの矢島学ぶアナウンサーもノアの最高王位である GHC ヘビー級の聖地と称した。 女子プロレスでも主に1990年代の団体対抗戦が行われ、全日本女子プロレスから分かれたアルシオニエイタスもビッグマッチで使用した。ファイティングオペラ、ハッスルの最大のイベントでもある。ハッスルマニアは通常横浜アリーナで開催していたが、2008年に限り有明コロシアムを使用した。アメリカの団体である WWE の公演で使用されたこともある。 プロボクシングでは、1992年12月11日の、鬼塚克也 v s アルマンド、カストロの WBA 世界、スーパーフライ級タイトルマッチを皮切りに、ダブル世界戦、トリプル世界戦などの国際タイトルマッチで、使用されている。タイトルマッチ以外でも、ロンドンを、若根メダリスト村田亮太のプロデビュー戦が2013年8月25日に、行われた。 その他にも格闘技では、競馬ミ選選曲が行われている。ゆで卵の漫画、筋肉マンーよにも登場している。BJ リーグ2012から13ファイナル、プロバスケットボール BJ リーグでは、プレイオフである、ファイナル4の会場として使用されており、以前は、同リーグに所属する、東京アパッチが、本拠地として使用していた。また、旧日本リーグ時代のオールスターゲームも開催された。 ことがある。バレーボールでは国際大会であるワールドグランプリ及びワールドリーグまた V リーグ一部であるプレミアリーグのセミファイナルラウンドが現在までに開催されている。その他、球技ではこれまで全日本フットサル選手権大会が開催されている。冬季にはアイスリンクが設置されアイスショーが開催されている。また、スポーツ以外にも コンサートなど各種イベントに利用されている。なお、有明テニスの森公園の駐車場は、台数が限られている。稀に関係者駐車場を一般開放する場合があるが、開放は各イベント主催者の判断に任されており、収容台数も少ない。周辺には、臨時駐車場や国道357号南側に、各ビルの駐車場が存在する。ありがとうございます。